難しいんですよね。抵抗はしないんですけど。ここですよね。ここじゃなくてこの辺なんですよ。とグリグリがあるから、そこら辺目指して。大変ね、こんな選手。あれ、いけない。自然に出るってことはない。あるんですよ。強く泣いたりすると。でも強く泣いたりすることあります？庭にいるときに。あ、泣いてます。そういう子は。犬が通ると、そうそうそう、すごい。ああって、そういう時に出ます。でもやっぱり、これぐらいは出ましたね。割と、外じゃおとなしいんですけど。そうか、この子に庭にいるんだ。はい、家の中じゃないんですね。家の中もいますけど。実家の庭にもいるわけです。お昼は、留守番中は庭にいますね。はい、で、そういう刺激で、わーんって鳴く子はたまりに行く。ああのそういう時に出てますね。あないな、えらかったね。ちょっともう一回コフビあげようか、今。頑張ってくれたら。やったー、ご褒美やった。はい、リクちゃん。よかったね。大抵の子はね、ちゃんちゃんの方が多いんだけどね。はい、こっちどうしよね。はい、ごめんね。リクだった。綺麗にやめとく。パパです。もうないよ。はい。はい、じゃあ。じゃあ電話の予防薬は出しておきますから、はい、電話で確認取ってからやると、はいはい、それからこのアンチノールはサンプルを出しますので、はいはい